千人かーし塞がれていた転結を解放した。もう動けるはずだがの、裏を回復する丸薬だ。おい、でここにちょっと訳ありの相手を探しておったら、たまたま気になる情報が手に入っての、今度の事件を知り港に無理を言って送ってもらったんじゃ。マーキングがあればどんなに離れていようとも瞬時に駆けつけられるという術だ。父ちゃん、ネジは仮面をかぶった敵についていっちまった。あとは見たまんまだ。くそ、イオセの修行を覚えておるか。はあ、俺ってば昨日谷底に落っこして死にそうになってさ、でその時オーガムを口寄せできたんだってばよ。口寄せの術、ダメダメだの。さては自主トレをサボっておったな。いやいやいや、ちゃんとしてたってばよ。ならばやってみるか。え、わしが八卦封印を弱めてやる。そうすれば九尾のチャクラが解放される。をコントロールできなければ九尾に意識を乗っ取られることになる。いいな、八卦封印の力を弱めた時に何が起こるか正直わしにもわからん。あ、いざとなればこの伝説の三人ジライア様が止めてやる。頼むってばよ。という間に王が三本ナルト、そこでチャクラを抑えろ。が弱まっている。バケギツネ、俺に力を貸しやがれ。チャクラをコントロールするんだ。待て、まだナルトにキュービチャクラ4本目まで。まだナルトにキュービチャクラのコントロールは無理だったか。もう一度八卦封印の鍵を閉じるしかあるまいの。ナルト、少しの間おとなしくしているんだぞ。乱獅子神の術、ジュハ、屋台崩しの術、ドコン読み沼。ナルト、まさか破滅をもたらすのは。そうか、猫を持って。助けに行くってばよ。ナルト、エルゼニー戻ってきたか。わしは動けぬから一旦戻る。だからお前は早く皆のもとへ行ってやれ。